はいどうも、レッツエンジョイ KD チャンネルです。今日の動画はいよいよ来年1月から始まるディズニーパルパルーザミニーのファンダーランド、ミニーちゃんのプログラムが1月から3月まで開催が決まっているので、やっとですよ。ほんと12月中旬にグッズやメニューすべて発表されたので、今日は来月から開催するミニーのプログラムを詳しく公式サイトを引用して紹介していくので、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録と、チャンネル登録してる方はそのまま最後までご視聴ください。さあ、はい、というわけでディズニーパルパルーザスペシャルイベントシリーズ、ディズニーパルパルーザは仲間とみんなで盛り上がるパーティー、最高に楽しいパルパルーザでさ一緒にはしゃいじゃおう。というわけでパルパルーザが1段と2段分かれてて、1段はミニーのファンダーランド、2段がカミングスーンとなっております。そしてね、ミニーちゃんのプログラム自体は1月の10日から3月19日なんですけど、ここで一旦一区切りになって4月9日から6月30日まで2段。私の予想は、まあ時期的に6月9日がドナちゃんなんで、ドナルドメインじゃないのかなと予想してます。これでミッキーだったりしたらいいですよね。それではミニーちゃんのパルパルーザ、みんなミニーに染まっちゃえ。なんか言葉が面白いね。なんか、全部ミニーって感じなんですね。みんなミニーに染まっちゃえ。まあ、これはこれでいいんじゃないのかな。東京ディズニーランドスペシャルイベント、ディズニーパルパルーザミニーのファンダーランド。1月10日から3月19日、ミニーマウスが夢に描いた大好きなものでいっぱいのファンタジーの世界をテーマに、ポップでキュートな世界に様変わりしたパークをお楽しみいただけます。パーク、あとはスペシャルグッズ公開しましたとかいろいろ書いてますね。じゃあまず、エンターテインメントから見ていきましょうか。まずエンターテインメント、ミニアットでいいのかな、ファンダーランド。カミングスーン。ここはまだ始まってないんでね。ハートのアクセサリーやラブリーなドット柄で彩られてきた、とびっきりキュートな衣装を身にまとったミニーと仲間たちが大きなリボンが特徴的なきらびやかなフロートに乗って登場します。ミニーは仲間たちと思わず体が動いてしまうようなポップでエネルギッシュな音楽に乗せた手拍子や掛け声でゲストの皆さんと一緒にパレードを盛り上げます。なので、だいたいここに書いてある通りのショーだとして、キャラクターとか何人出るってプレスリリース書いてあったんだっけ？とりあえずミニー&フレンズって感じですよね。ミニー&フレンズが出てきて、まあパレード出てきますよって感じで、あ、停止位置書いてあるんだ。ディズニープレミアアクセスで指定の鑑賞エリアからもお楽しみいただけます。停止は1回目、2回目はもうぐるぐるなんだ。でもこっちの方がなんかぐるぐるするから、何周かするから、まあ1回目、ファースト、セカンド、サードですね。サードはトゥーンは含まれてないけど、セカンドの方がなんかいろんなキャラクター見れそう。どう停止するんだろう。まあ、ただね、これ始まる時間も公開されてましたね。あ、エンターテインメントご覧いただくにあたってか、これ、どこをディズニープレミアアクセスとかは書いてないんですね。こっちかな。ここかな？あれ？プレミア、あった、ここですね。ご自由に鑑賞できる場所に加えて、ディズニープレミアアクセス、東京ディズニーリゾートバケーションパッケージ。バケーションパッケージのこのプラザガーデンもいいですよね。あ、ここバケバなの？城前と、ここの、ここ多分全体で泊まるんだけど、全体泊まるってこと？どういうパレードなんだろう？コロナ前のお正月もさ、なんか、タタタン、タタタン、タタタン、タンで、まあ、なんか数回泊まった感じなんだよね、本当に。ちゃんとした停止なのかな？ベリーミニーリミックスみたいな感じなのか。でも DPA の位置が、まあミニーちゃんとかミッキーたちの位置って思うと、まあいい場所はバケパでしか見れないってことなのかな？ここはどういう停止位置なのかがちょっと気になりますけど、センターはほぼバケパって感じで、DPA と1ですよね。DPA1 は多分運で、DPA2 がここになるって感じかな？ってことはモーリスのコテージは止まんないんですかね？バケパが有利ですね。明らかにバケパが有利だ、これ。バケパが一番いいっすね。デコレーション。あ、かわいい！プラザパビリオン、こんな感じになるんだ。でも本当になんかコロナ前並みだよね。ここのさ、白横のデコレーションが戻ってきてるじゃん。ここもコロナ前のデコレーションって感じで、帰ってきたなって感じですね。ここもハロウィン、クリスマスもだけど、なんかデコレーションの本当にかけてるお金って、本当、今年度からですよね。すごいちゃんとかけてるなって思います。で、ミニーちゃんの花壇出ますよって感じですね。あとは、手を洗う場所がミニーシェイプになるよって感じですね。じゃ次、エンタメ見て、デコレーション見て、グッズ見ましょう。
グッズもね、ようやく公開されました。ミニーちゃんのぬいぐるみ、ぬいぐるみバッジがミッキー、ミニー、プルト。あ、少ないっすね、ぬいば。なんかグーフィーとか出ないんだ。でもなんか、あれだね、ミニーちゃんが、ミニーちゃんが選んだコーデって感じなのかな。まあ、ミキミニで揃えるか、まあ、ミニーちゃんぬいぐるみで買うか。あと、プルートも出てて、ぬいぐるみバッジスタンドっていうのもあるんですね。で他にもカチューシャもあって、ヘアアクセサリー、あとトートバッグ。なんかこういう真ん中に最近プリントしてるトートバッグって人気だよね。デザインあって。で、またなんか女性目線だとここのヒラヒラっていうの、フリルっていうの、もうまた好みがあるんじゃないんでしょうか。いや、でも高くなりましたね。トートバッグ5500円。大きさ、実際の使ってる画像とかないんすかね。人がこうね。あ、でも総柄になっていて可愛いし、ポーチがついてれば、まあそれぐらいいっちゃうんでしょうね。ここがね、5500円。ショルダーバッグも、これも可愛いですね。デコレーションが。でもなんかさ、サイズがスマホ入りそうな、入らなそうな。スマホとかが入ってくれればいいですよね。ショルダーバッグも。まあ、ポータブルクッション。これは厚みあるのかな？ない。あ、厚みあるタイプだ。クリスマスと一緒のタイプで結構厚みがあって、可愛いですね。これは良さげ。なんか、今年のミニベスティーズワッシュ結構薄かったから、あのハートの形のは。こっちがいいと思う。あとブランケット。ブランケットもね、いいですよね。去年じゃない、今年買いましたね、ミニベスティーズワッシュを。今回はもうミニって感じだ。ガチミニ。あと、ここの畳めるタイプのケースがまたミニちゃんの形でいいですね。あ、キーチェーン、1800円。出た！キーチェーン。こっちのキーチェーンはカプセルトイで出てましたよね。このマスカレードと、待って、名前忘れちゃった。プリンセスの、なんだっけ、プリンセスのランドの、だよね。バレないじゃなくて。ちょっとごめんなさい、名前を忘れちゃったんだけど、プリンセスデイズだ。で、とかはですけど、これも1段でしたよね。ミシカは2段だったっけ？ミシカこれ1段じゃない？ベリーベリーミニだよね。ベリーベリー1段。この辺が2段だった記憶と、これはトータリーミニで。で、ベリーベリーミニの、あれなのかな？残ってたのかな？グッズが。わからんけど。再販なのかどうなのか。ただ当時はね、一回500円だったんですよね。2020年の頃は。もう3年経ってるしね、物価も上がってるんで、まあそこは仕方ない部分ですけど。私はもうこれ全部持ってるんでね。ほんとお世辞抜きでトータリーも全部持ってるから、私は特に購入することはないんですけど。まあでもね、買えなかった方とかとっては嬉しいですよね。まああとミラ。ミラはこれをお手元って感じかな？開いて組み立てれば。ああ、こんな感じですね。ちょっと、持ち運びできるタイプですね。あ、ミニタオルいいですね。買いやすい金額で。これはお土産とかでも人気そうな感じだな。巾着セット。あとクリアホルダーセットも出ますよ。と、あとポストカードセットが3枚か。これだけくれ。これだけ。上のだけくれ。あとステッカーも可愛いですね。ステッカーセット。で、ピンバッジもいいですね。なんか、ちゃんとしたスペシャルイベントのピンバッジ。これ、まあ、ミニーちゃんもね、たくさんやってるけど、これはこれでいいですよね。缶バッジセット。ミニーのプログラムがやっぱりさ、この時期はいいんだろうね。いちごの時期だしさ、オリエンタルランドさんの北海道の農園のいちごもだし、いちご農園もだし、あと3月2日のミニーのも合わせられるから、やっぱミニーベなんだろうね、この時期は。でもお菓子少ないっすね、意外と。カラフルチョコレートと。なんかもうちょっとミニーちゃんらしいお菓子。なんかクッキーとか出ないんだ。最近はね、こうやって作ってる会社もね、出てくるんだよ。ミニーのファンダーランドの新しい衣装を身につけたミニーマウスがデザインされてるよ。というわけで、ミニーちゃん好きは破産ですね、とにかく。ミニーちゃん好きは。あと、スペシャルメニューも見ていきましょう。スペシャルメニュー、ディズニーパルパルーザ、ミニーのファンダーランドスペシャルメニュー、ミニーのキュートクラシックセット、ミニーのプリティパスタセット、イーストサイドもなんだ。ってことは、クリスマスやってたところは26日からほぼ始まる感じですね。私は今回ミニーのプログラムまで日にちあるんで、日に分けて食べようかな。今回も全制覇できそうだな、これだけだったら。スペシャルセットのこれは C のパンの使ってるやつじゃない？ピンク色のバンズって。あれですよね、リーナベルの時から出てるやつだ。まあ今もね、ケープコットで出てるんですけど、一緒のやつ。エビとアボカドとチーズクリーム。あとちょっと食べやすめのあっさりめだ。これ美味しそうだね、スイートハートカフェの。チーズクリームのコク、マスタードのさ、フライドオニオンの香ばしさで。あ、レッドキャベツが好み分かれるかな。あ、ここもミニーちゃんなんですね。オムライスとミートボール。あ、ミートボール。
チーズソースの上にさらにチーズをトッピングした濃厚な味わいのオムライスにトマトソースで煮込んだミートボールを添えたやつですね。チーズソースとトマトソースでそれぞれ楽しんだ後は2種類のソースを混ぜた味の変化を楽しむのもおすすめです。ミニーちゃんミニーって感じですね。でもなんか私は気になるのはこのパスタとかが美味しそうだな。ちょっと色合い的にも、あ、チーズチャウダーなんだ。へー。ただ5品ですね。セット系は5品、あとはスーベニアがどれだけ出るかですよね。スイーツ&ドリンク、ここですね。食べ歩き系がスペシャルサンデー、ストロベリーチーズホイップ、これは40周年のケーキと、ここ2つはオリジナルなんでしょうね。多分ストロベリーマスカルポーネとストロベリーマフィンで40周年お祝いケーキ、スペシャルサンデーがストロベリーチーズホイップ、ミニーのドット柄をイメージしたラザンとチョコを飾ったソフトクリーム、丸みを帯びた形がポイント、ストロベリーの果肉入りソースの上にはクリームチーズホイップやマシュマロが乗っていて、あ、これマシュマロも乗ってんだ。ちょっと甘めですね結構、うん、なんか全体的にストロベリーがちょっと酸味が効いてたらいいのかなって。真ん中がこのなんかちょっと激甘って感じがするな。こっちの方が私食べやすそうに感じる。ミニーマウスのカチューシャクッキー、うわー、結構なんかクッキー1枚に650円ですかまあ感じ方人それぞれですけどね。大きさがなんかわかんないね。こう手に持ってる大きさが見たいな。もしかしたらさ、こんぐらい大きいクッキーかもしれないからね。こんぐらいのクッキーだったらちょっとやっぱ高く感じるかなーって思うかもしれないけど、ミニーのカチューシャをイメージしたアイジングクッキーは程よい甘さとバターの香りを楽しめます。まあなんかどっちかっていうと撮影向けじゃないこれなんかソフトクリームとかに乗せてもいいよね。あのアイスクリームコーンとかで一緒に買って。あ、やっぱアイスクリームコーンで売るのね。やっぱ売るんだ、ザ・ガゼーボ。何かこう、パークフードと一緒に乗せて、SNS 映えしてねーって感じなのかな。あと他にもミッキーワッフルもこれもなんだ。ってことは何？またミッキーワッフルは、レギュラーがしばらく出ない感じか。あの、メープルソースだけ。チーズを加えたクリームとピンクのハート型のチョコを、にピンクのアラザンで大好きなミッキーのワッフルを可愛らしく盛り付けしました。またちょっとレモンなのがね、ミッキーをちょっとイメージしてるのかな、レモンパイをね。でもまさかミッキーワッフルもこれ季節になるんだね。で次はストロベリーミルク、これはどう違うんでしょうね。クリスマスとストロベリーシロップとストロベリーピューレにミルクを合わせた優しい甘さのドリンクです。ちょっと違いが気になりますね。ショートケーキ感じゃなくて結構イチゴ寄りな感じなんでしょうね。でも多分食べ歩き系は割と多いのと、セットメニューのデザートも1個ありようって感じですね。じゃ次、スーベニア。スーベニアもあるのか。結構多いですね、ミニーちゃん。出た、このコースター3種類のやつ。これは事前に言ってましたね。26から始まるんですよ、皆さん、コースターは。スーベニア系は26かなって思ったら、コースターとこのドリンクだけが26で、あの、カップとかムースはグッズ販売日と一緒なんですよ。そこだけ皆さんお気をつけください。ストロベリーマフィンのプレートとカップケーキと、あとレモンゼリーとチーズ風味のムースとランチケース。多分ランチケースは初日だけスタンバイパスって感じなんでしょうね。あとスーベニアドリンクボトルも1月の9日なんで、先にまあこのドリンクだけスーベニアコースターが買えるよって感じですね。ランチケースさ、なんか見えないのね。でもまあこれね、1200円でまた買いやすいトートバッグだなっていうところもいいですよね。お土産でも喜ばれそう。ただ、あれですね。あの、1月9日の対象は、スイートハートカフェのさっきの、アボカドのクリームのスペシャルセットか、あと、ウッドチャックキッチンのシェフのおすすめセットは、多分これは他のメニューでしょうね。ミニーちゃんじゃないメニューにも付けられるよって感じです。あれなんですよね。40周年もランチケースが出るから、多分 2店舗なんでしょうね。あとは、まあ次、バケーションパッケージもね、これもうプランに飛ぶのかな。プランに飛びそうだなぁ。プランがね、まだね、画像は出てないんですけど、ミニーベスティーズバッシュ、今年のミニーベスティーズバッシュの衣装に会えるプランが出てます。まあ、ミニーちゃんのこの衣装に会いたいって方はいいですよね。私まだベリーベリーミニーの方が思い入れあるから、私はね、ベリーミニーがいいなって思うけど、まあでもこの衣装でバケパのグリを初めてだから、ね、新規衣装ですし、まあちょっと可愛い、まあでも衣装は可愛いですよね、スタイリッシュで、とは思います。でも大人一人当たり5万7000円でどうやってこれ5万7000円いけんだろうな。1名様でセレブレーションとかにしてなのかな。バケパはまたね、詳しくこのやり方とか動画出してますので、そちらチェックしてみてください。あと私はね、目玉はこれだと思います。ファンタジースプリングスプレビューいいですよね。で他にも、あ、そうだ、ディズニーホテルのルームもね、アンバサダーホテル1月19日からミニーちゃんのね、そのプログラム終わってはいるんですが、4月の7日まで
パルパルーザのミニーのファンダーランドをモチーフした客室が登場しますって。これももう取れないのかな、人気なんでしょうね、多分。ちょっと時間かかってますね。1月19日、ちょっと遅いんですね、イベント始まってから。こんな感じでベッドカバーとか、まあ、ベッドのこのボードとか、あとここのカーテンのここのライトの位置もあれですね、変わってますね。あとはテレビボードの上も変わってますよね。ここですね。あと絵も変わってんだ。すごいミニーちゃんプログラムらしいですね。ミニーが夢に描いたファンタジーな世界をテーマのキュートでポップなスペシャルルーム。ベッドや壁掛けアート、コーヒーテーブルなどにはミニーが夢に描いた世界を満喫している様子や大好きなものに囲まれリラックスしているミニーが描かれています。でもミニーちゃん好きな方はやっぱ泊まるべき場所だね、ここ完全に。まあ、選択肢としてミニーマウスルームもあればこっちもあるよって感じで。何がもらえるんだろう。あ、ルームキーですね。ルームキーいいよね。他にもポストカードもついてきます。ポストカードのデザインもまた違いますね。あとペーパーバッグもついてくるよって。この辺はなんか、昔のその、イースターとかやってた頃もさ、アマサダホテル泊まったら、ペーパーバッグが季節に変わってたよっていうのが、まあ、キャラクタールーム限定にはなっちゃったけども、こういうペーパーバッグもね、昔ながらに用意してくださってるってことなんだ。金額次第ですよね。ちょっとお高そうな感じするけど、料金はね、皆さん、ご予約はこちらの各リンク先からご覧ください。ベッド、レギュラーベッド2台にトランベルベッド1台なんで、まあ、大人3名で、まあ、1泊7万とかなのかな ?5 万とか7万だったら、まあ、多分、ルームキーがもらえるのが1人2個までだと思うんで、まあ、多分3、4万で泊まれる感じかな ?1 人。だよね、1シーツにつき2点ご用意いたします。追加はね、用意できないんですよね。ディズニーホテルのルームもあって、スペシャルメニュー。あ!ハイピリオンのこれ美味しそう。これもな、昔はね、並んでいけたんですよね。コロナ前はね。12時だったかな?もう今、もうプライオリティになっちゃったからね。まあ、これはもう時代の流れです。仕方ない。とりあえず、チェフミッキーでもミニーちゃんのドリンクやって、ファンダーランドのランチディナーのビュッフェやるよっていうのと、結構ディナーは高いですね。7100円ぐらい今するんだ。1キャラだけど、ランチビュッフェ6200円。てか、シェフミッキーはいつになったら4キャラ戻ってくるのかな?なんかこれを記念してミニーちゃん戻ってこないかな?むしろ。ミニーちゃん戻ってこないかな?エンパイアグリルは、エンパイアグリルはまたちょっと青色でいいですね。今回の衣装らしい。青が特徴ですもんね。ディナーが1万3000円。ランチはまだ食べやすいけど6500円。で、他にも、あ、パルパルーザ。あ、でも、なんかミニーの横の形とかじゃないんだね。スペシャルセット。今回、チクタクダイナーのブレッド。ブレッド売らないのかな?なんかないっすね。あとハイピリオンラウンジのライトディナー。なんかこれはさ、チャームとかもらえないのかな?ちょっと押してみよう。チャームとかつかないの?今回。あ、つくんだ。やっぱチャームつくんですね。チャームとかつくんだ。でもこれもね、プライオリティ。スペシャルドリンクはね、確か通常でいけて、ケーキもね、美味しそうですね。これもプライオリティなんですよね。ここ書いてますよ。プライオリティ取ってくださいね。って。ジャスミンティークリーム入り、あ、めっちゃ美味しそう。いや、なんか、ちょっとした休憩とかに入りたくなりますよね。他は、あとは、リゾートラインも、フリーキップが出るよって感じと、ミニーちゃんだけじゃなくて、40周年のプログラムも楽しめるっていう感じになっています。はい、ということで以上、ディズニーパルパルーザーのミニーのファンダーランドについて詳しく動画で解説させていただきました。まあ、でもさ、閑散期にしては、今年のミニーベスティーズバッシュ、やっぱり1台のフロートで、キャラクターが通過型だったけど、1回目、2回目、3回目停止って本当にコロナ前のベリーミニーリミックスみたいなパレードに戻っていて、まだね、どういったパレードなのかちょっとね、そこがわからないので、楽しみな部分もありますし、まあ、あと何よりね、グッズもスペシャルグッズなので、新しい新規イラストのところもいいって思ったし、あとメニューもね、一通り本当にハロウィン、クリスマスと一緒で食べ歩きからセットメニューから幅広く出ているところ、本当に東京ディズニーランドのこのプログラムに関しては、グッズも買えるし、メニューも楽しめるし、エンターテインメントもあるし、デコレーションもね、かなり力入っていて、いよいよ来月から始まるので、すごく楽しみに思いました。また、1月に入ったらたくさん、東京ディズニーリゾートの情報も発信していきますので、今後の動画も楽しみにしていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。X、Instagram、TikTok、他の SNS もよかったらフォローお待ちしております。それでは、バイバイ!